ルイ・シャルル・ド・ロレーヌは、ブルボン朝時代フランスの貴族、軍人、帝神、ブリオンヌ博及びランベスク公であり、前者の釈を通称とした、王室締め頭及び、安住州知事を務めた。ランベスク公類と、デュラ公爵ジャック・アンリ・ド・デュルフォールの、孫娘ジャンヌ・アンリエット・ド・デュルフォールの間の唯一の男子。1740年1月フランスへ兵隊に入隊。 同年4月、父と交代で、安住州知事に就任。1743年12月、王子のアルマニャック白シャルルから王室締め頭の職を引き継ぐ。1745年4月旅団長に昇進。1752年5月21日、精霊勲章騎士賞を授けられた。生涯に3度結婚した。最初の妻、 ルイーズ・シャルロット・ド・グラーモンとは1740年1月31日に、2番目の妻・オーギュスト・ド・コエケントは1744年12月29日に、それぞれ結婚しているが、両者とも子供を設けないまますぐに死別した。3番目の妻・ルイーズ・ジュリー・コンスタンス・ド・ロアンとは1748年10月3日、パリのパントモン修道院にて結婚。 この最後の妻との間に2何人乗を設けた。8歳のブリオンヌハクト14歳年上の長子、ジャンヌの肖像、ジャンマルクナティエが1732年。ありがとうございます。